もこちゃん最近元気ないのが来る。ん？最近元気ない気がしない、もこちゃん。うん、そうだよね。そんなの気がするね。え、どっか悪いの？うん。ね、物を食べられないっていうのはいけないよね。うん。もしかしたらもう今日連れて行ったの？うん。うん、何だって言われた？あのちっちゃい猫がよくかかっちゃう病気で、へー、もしかしたら1年まで生きられないかもしれないって。本当？ねえ、こんなない時期してるのにね。そうなんだ。命のあるもんって別れが来るから嫌だよね。うん、かわいそうだ。そうなんだ。ありがとう。はい、そうなの。こんな大きくなったのにね、尻尾も太くて長い尻尾になって、そこの下行って寝てたり、そっちの後ろ行って寝てたりね。うん、あの日が差してるとね、うん、行ってるよね。なるべくまた入っていく、あそこ。なるべく暖かいところにいさせてあげてくれる。だからそうよね。うん、でも床暖ついてるから、うん、暖かいんじゃない？ね、ババのとこ気に入ってるね。そうなの？大きくなったもんね。でも噛みつくんだよね。うん、おいしい。うん、おいしい。うんと、もやしのこういう食べ方があるってね。すごいよね。なんか少しもらうね。うん。こんな、こんなってんだ。
ってもらっちゃおうかな。すいません。もう一つもらっていいかな、おいしい。結局これ全部食べたの。え、食べた。残してももったいないから。ごちそうさまでした。そうや。見てよ、これだけご飯食べて、これだけ食べていかないとさ、うん、12時に行くから。あ、そっか。今食べたよ。うん、どうだった病院？あ、うん、ちょっと調子良くなったけど。少し良くなってる。うん、動いてる。食べるのは悪いのかしら。いや、そんなことないよ。そう、ないけどね、先生が可愛い猫ちゃんね。ああね、そう、よかった。私もうこれでもうじき間もないですよなんて言われたらどうしようと。ね、少し余分に食べさせたりしてるじゃない。ああね、なんか心配してたのよ。それで自分は見てのりかけて卵かけてちょっと足りないかなと思ったから、これちくわ一本出してきて、これで終わりだな。12時に迎えに来るからさ、うん、食べとかないとね。うん、あ、そう、私なんかね、食べ物が当たったりなんかしてどうかしなっちゃったかと思って心配しちゃったよ。あ、近くにあるの？うん、もっと近いの？まあ20分ぐらいかな。あ、そう。うん。うん、ならいいけどね。今、洗濯してるの。あ、うん。うん、ありがとう。あれ、干していくから。うん。うちにもしいたら取り込んでくれる。はい。ね。いなかったら、そのまま一人だって言ってる。うん、わかった。たくさんよそっといたから、食べれなかったら明日でもいい。どれ、これ？うん。あ、ほんと。ありがとう。こういう煮方があるんだね。今日こっち食べるのと、これ食べるのと、これ食べるのと、どっち食べたらいいかな。ああ、美味しい方食べればせっかくだな。せっかくだからね。うん。とか言って、どうせ全部食べんじゃないの？え？そんなこと言っちゃう。また食べちゃったりしてね。私この皮食べられないんだ。ああ、いい？うん、すいません。ちょっと一口食べてみたら。皮、うん、食べない。うん、食べてない。食べてみたらいい。そのジャリッとした感じが嫌な。鱗？うん、鱗じゃない。鱗あんまりついてないよ。え、
向こうついてないよ。そう、うん、そっちがついてるかも。これはついてない。ほんと？そうかな。うろこは誰だって苦手だと思うけど、うん、うろこはババに限らずみんな苦手なんじゃないかな。そうか。うん、おいしいね。あなたじゃないけど、それこそみんな食べちゃいたくなっちゃう。食べられちゃうね。食べられちゃう、食べられちゃう。おつゆちょっとちょうだい。ああ。ね。すいません。おつゆガブ飲みするから、わざと少なめに入れてんだけど。あ、そうなの？サバ。サバじゃない。惜しい。え？惜しい。ん？バオもこの間作ってたじゃん。サバだよね。うん？なんとか大根でしょ。え？なんとか大根。この大根？ね、なんとか大根っていうやつでしょ、料理の名前が。どう？おめでとうでした。おいしい。ああこれ、これ撮、これ撮ったんだ。え、なんで撮ったのこれ。え、なんで撮ったのこれ撮ってみたんだけどさ、大したことないかなと思って。このなんだっけな、あれ、宣伝が多いんだよね。宣伝多いっていうか、全部宣伝でしょ。全部宣伝か。全部宣伝なのか。じゃあ消しちゃうか。あ、全部宣伝なのね。ジャパネット高田って知らない。そうだよね、ジャパネット高田。